やっていきましょう。では社長、ゴミ箱からやっていきます。社長前に、前ならやります。この状態から手を上に上げていって、ぐるっと体を反らしていきます。これを5回いきましょう。1、戻して2、3、ではそのまま右手を後ろにやります。はい、OK です。よく行きましょう。反対側ですね。左足を前に出していただいて、まっさらします。この姿勢から上に上げていきましょう。はい、OK。ではこのまま今度は横に開いていきましょう。ぐーっと胸を張って開いていきます。1、2、では次は右足をもう一度出していただいて、両手を後ろについてお尻を引いて後ろを伸ばします。はい、そこから左手をついていただいて右手を広げる。はい、引いて後ろ、前、2、はい、いいですね。後ろ、前、開く、3、OK、後ろ、前、4、じゃあ下ろしていきましょう。後ろ、前、5、OK です。今度は反対側行きましょう。左足に変えていただいて、両手をまた後ろに引きます。後ろを伸ばして、右手をついて左手を開く。1、4、前、5、OK です。では次は
このまま戻る。お尻で2、下向かないように3、ふー、お尻で4、ふー、はい、5、お尻で6、あと最後、少し動かしていきましょう。両手をついていただいて、しっかりベタッとつけます。膝を曲げても OK です。で、この状態で前に進みます。1、1、1。いけるところまで行っていただいて、手で戻りましょう。1、1。後ろは伸びてくると思います。いいですね。OK、OK。はい、はい。次、もう一回行きます。1、1、1、1。で、足で戻っていきましょう。前に進んで、はい。OK、後ろですね。はい、ナイスです。では、水分補給は各自でやっていただいて構いませんので、水分を補給しつつ、次の準備行きましょう。OK。で、体幹トレーニングなので、まあ、バランスだったり軸のトレーニングになります。なので、ちょっとそこを意識しながらやっていきましょう。まず今日のバランス確認していきましょうか。今日は、左足で立っていただいて、左足を立ちます。この状態で、体を前にこう倒せて、T の字を作ります。はい、で、元に戻る。これをやってみましょう。前に倒して、そう、そう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 。そう、戻る。もう一回いきます。前に倒して。そう、あ、いいですね。はい、戻ります。OK。そのカウンターズと、今度反対いきましょう。右足で立って、前に倒していく。で、足も伸ばして、T を作って戻る。もういいですね、いいですね。もう一回いきましょう。前にゆっくり倒して、そう、OK、戻る。OK、OK。まず今のバランスの感覚をちょっと覚えておいていただいて、最後、もう一回ちょっとチェックしていきましょう。OK です。では、ちょっとトレーニングの方に移っていきます。まずは四つ倍からいきましょう。こんな形で手を真下に引きます。で、肩幅ぐらいに広げていただいて、足も同様ですね。で、継続して来ていただいている方はだいぶできてきているので、ここで調整しましょう。股関節の位置から膝の位置、これが下がれば下がれるほど、そして足が開けば開くほど、つらいます。なので、つらいなって人は、この距離を近くしていただいて、いや、ちょっと全然いけるなと思ったら、ちょっと膝を下げていくっていう形で挑戦してみましょう。で、少しお尻を突き出して、で、尻に行きます。OK。この状態がスタート地点です。スタートして作っていきましょう。左足を上げる。はい、いきます。スタート。お腹を取らないようにしましょう。もう呼吸止めない。3、2、1。はい、OK。戻して。
反対いきます。レディー、ゴー。伸ばす。上半身に力が強く入らないようにしましょう。肘をつく、もしくは手を伸ばして今の状態でも持ち上げても構いません。この状態でできる方はこの状態でやっていきましょう。で、膝をちょっと引いて手と足を同時に伸ばします。これでちょっとキープしましょう。この状態で伸ばしても OK です。では行きますよ。用意で最初のセットでレディー、はい、アップ、クロスで手を上げます。手と足を。呼吸は止めないですよ。3、2、1。はい、OK。戻して。OK。では、今度反対行きましょう。同じようにクロスでいきます。レディー。はい、アップ。何が力を入れないようにしますよ。3、2、1、はい、OK。 いいですね。では次はですね、ちょっと負荷を高めていきます。両手を膝を伸ばします。伸ばした状態でクランクと言われる姿勢ですね。肘をついていただいて、このまま上げる。で、肩、肘の位置が肩よりも前に行けば行くほどきつくなるんですけど、上半身に力入っちゃうので、しっかり引きます。肩の真下ぐらいに肘を持ってきて、このままアップ。で、これも足を広げるときつくなりますので、くっつけても全然構わないです。はい、では行きますよ。レディー、はい、アップ。はい、いいですね。3、2、1、はい、 OK。 いいですね。ナイスですよ。次はちょっと足を伸ばしていきましょう。この状態で前に戻します。このまま伸ばす。この状態から上に上げる。1、2。で、この時に腰を反らないようにしましょう。上半身を使うのではなくて、お尻で上げる。5、2、3。で、ここからこう上げるんじゃなくて、このまっすぐな状態からさらに上げる。ちょっとやってみましょう。まず右足伸ばして、そのまま、そう、アップ。そう、OK、OK。そうすると、おそらくこの辺に来ると思います。お尻のところですね。OK。じゃあこれを左右で10回ずついきますよ。まず右足伸ばす。で、アップ。1、2、腰反らないように、上半身つかない。3、4、5、6、7、かかとから上げて、8、9、ラスト。はい、OK。 今度反対いきましょう。左足伸ばして同様にレディー、はい、アップ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト。10、はい、OK。
OK です。で、次はお尻に行きましょう。上向きになっていただいて。で、かかとはお尻から少し離していただいて、腰幅よりも膝を広げます。こんな感じですね。で、このまま仰向けに寝ていただいて、おへそを上に引っ張られるようなイメージで、骨盤を上げます。ここを上げる。お尻ですね。これを10回やります。で、10回目になったら10秒キープします。いきますよ。手のひらをグリーンします。そうですね。そこから骨盤を上げてみましょう。レディー、ゴー。アップ、はい、ダウン。アップ、ニー。はい、サン。スリー。ゴー。お尻の穴を締める感じで、6、7、8、9、ラスト、アップ、キープ、1、2、3、4、5、6、かかとに体重かけてみない、9、はい、OK、ダウンショット、いいですね。で、次は今の状態から足を閉じます。足を閉じていただいて同じことをやっていきます。今度そうすると、ちょっとお尻の下のあたりに来ると思います。このあたりですね。ではやってみましょう。まずこのまま、はい、アップ。1、ダウン。閉じっぱなしですよ。2、閉じながらダウン。3、OK。4、よいしょ。5、アップ、6、よいしょ、7、よいしょ、8、9、はい、ラスト、アップして止める、1、2、3、お尻下げない、5、6、7、8、9、はい、ダウンしましょう、OK。OK です。では、今度は、もう一度やるんですけども、この状態でアップするのがだいぶ楽な人は、このまま右足だけ伸ばします。で、足を上げていただいて、こっちの足と同じぐらいの高さでいいです。で、このままアップ。片足です。で、踏ん張ってる方のお尻に効いていきます。で、この足は上げすぎなくていいです。このまま。ここを上げる。で、これ、結構力強いので、両足でもう一度やっていきます。つけ方はこのままで OK です。これをちょっと左右やっていきますので、できる方は片足やってみましょう。お尻をヒップアップですね。非常に大事になりますので、ぜひやってみてください。では、右足を上げる。そう。で、その状態からおへそを引っ張るように。はい、アップ。1、ダウン。2、左のお尻意識。3、はい、4、しっかり止める。5です。5、はい、ダウン。6、はい、ダウン。7、はい、8、はい、9、ラストいきます。10、はい、OK。OK です。で、次は反対側行きます。両足でやってた方は、足を閉じていきましょう。では、今度は左足を上げて、で、この状態で、まずアップ。と、はい、行きましょう。レディー、アップ。はい、ダウン。1、はい、アップ。2、はい、3、と、お尻を上げて、右の字、はい、5、アップ、6、アップ、7、アップ、8、ラスト2回、10、ラスト、OK、OK ですね、いいですね、素晴らしい。地味なんですけども、意外とこのお尻っていうのは非常に大事で。こうやって丸くなってる方は、
尻がどん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 下に下がってきてしまうので、今のトレーニングするとお尻がぐっと上がってきて、体の姿勢も骨盤が立ちやすくなりますので、ぜひこれは座り続けるときとかに、まあ、ちょっと刺激入れてあげるといいかなと思いますね。よろしくお願いします。はい、で、今日はこれから今から3分間耐久体幹トレーニングをちょっとやっていきます。このメニューは休みなしで、やっていきます。3分間もう動きっぱなしでやります。で、やるのは3つ、なので20秒やって20秒やって20秒やってっていうので、まあ1分ですね。なのでこれを3回やります。で、やることは1つ目は状態で足を四つ前にして少し下げていただいて、このままアップ、これで20秒キープします。で、20秒経ったらこの状態で足を伸ばしてキープします。これが2つ目で、最後は体を上げていただいて自分のかかとをタッチします。で、お尻からとかかとの距離が遠いほど低くなりますので、割と近くしていただいて、開けば開くほど楽になります。すぐ動くので。これをこっちから反対、反対、反対、反対っていう形で、ご自身のペースで構いません。できる方はペースを上げていただけると、より負荷がかかってきますので、休憩がなしなので、できる方はちょっとチャレンジしてみましょう。よろしくお願いします。はい。では準備しましょう。まず四つ這いになります。いきますよ。では3分頑張っていきましょう。レディー、5秒前。4。さあ、四つ這いですね。2、1。はい、アップ。体まずならないように、お尻引いて、後ろに軽く引くと、膝が内側入らないように膝を軽く開く、そう、3、2、1、はい、仰向けになって肘をついて足を伸ばす、キープ、そう、お腹がこそらないように下まで地面スレスレでキープします。そう、3、2、1、はい、足曲げてタッチ、左右にタッチ、3、2、1、はい、うん、立って足を伸ばす、しっかり刺激入れて、はい、頑張りますよ。地面とスレスレまで足を上げてみて、3、2、1、はい、走りたいでタッチ、はい、ふんふん、頑張りましょう。ゴーゴー、ゴー、フー、フー、オッケー、状態上げて、自分のかかとタッチ、1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 、
よくやって、おしんくん。3、2、1、はい、運気。はい、キープ。ここの準備開始しましょう。3、2、1、はい、OK、ラスト、ラスト。タッチ、タッチ、タッチ、ゴー、ゴー、ゴー。
ましょう。ゴー、ゴー。オッケー、いいぜ、皆さん。フー、フー、タッチ、タッチ、タッチ。三、二、一、はい、レッグ。はい、お疲れ様でした。まあ結構この辺熱くなったと思います。いい感じに。まあこれで3分なので、まあこのようにちょっとレスト入れるパターンと入れないで、まあ無酸素といって続けて結構大丈夫でしたか？はい、ありがとうございます。なので、こういう運動も、まあ3分って言ったら思い浮かぶとカップラーメンだったりとかっていうのはありますけど、お湯沸かしてる間とか、お風呂を沸かしてる間とかに、ちょっと隙間時間にやってあげると、それだけでも全然違いますので、はい、日々のトレーニングにちょっとやってみてください。では最後、ちょっと、ストレッチですね。クールダウンやっていきますので、このままいきましょう。では、両足を伸ばしていただいて、両手を、こちらの横につきます。そのままお尻引いて、はい、で手をついていただいて、いけるとこまで行って、伸ばして伸ばして、背中は丸くならないように、遠くを見ながら、ぐーっと伸ばしていきます。ストレッチは伸ばそうとすると、逆に人間で力が入ってしまうので、脱力しながら、ぐーっと遠くに手を伸ばそうとしてくださいね。はい、OK。では、次ちょっと開脚していきましょう。足を外に広げる。で、両手を後ろについて、ぐっ。骨盤に座った状態。で、右手をつま先に向けていきます。お使い方は足を曲げても OK です。右足曲げて、油をかいたような形で持ってても全然構いません。ももの後ろ、脇を伸ばしましょう。で、今度反対ですね。左手を右のつま先の方へ持っていくことによって後ろを伸ばしましょう。リラックス。鼻で吸って口から吐く。はい、OK。ではちょっとお腹周り盛んでこちら伸ばしていきましょう。右足を前に出します。で、左足を少し後ろに引いていただいて、この付け根を伸ばしていきましょう。で、足はこうやって噛まないようにして、ペタッとつけたよ。左足はペタッとついて、ここをまず伸ばして、両手を右足の上に乗せます。そうするとここが伸びてくると思います。付け根ですね。そのまま、左手を斜め前に伸ばして、そして右手で手首を持ってぐーっと右手で伸ばしてあげてください。そうするとさらに全体が伸びてきます。はい、OK。反対行きましょう。左足前出して、右足は膝を引いていきます。よいしょ。そしてまずは両手を左の膝の上に乗せて、付け根を伸ばします。そこから右の手を対角に伸ばして、左手で手首持ってぐーっと足を踏まないようにしましょう。はい、結構です。はい。では最後に最初にやったちょっとバランスを確認してみましょう。後ろに下がって、右足で立っていただいて、体を前に倒して、T を作る。で、戻る。そう。ああ、いいですね。2回行きましょう。そうそうそう、ああ、いいね。OK、タムロン OK。では、逆行きましょう。左行きましょう。そう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 、あ、S もいいですね。
うんうん、OK です。ありがとうございます。うん、前半の部分よりはだいぶ、まあ後でちょっとまた動画で確認していただけると分かるんですけども、かなり良くなってますね。ではちょっと戻ってきていただいて、はい、お疲れ様でした。で、バランスの部分で、あ、音声ミュート解除大丈夫ですよ。ありがとうございます。はい。最後にやったそのバランスのやつに関しては、結構特徴的だったんですけど、体のバランスを維持しようとしてるときって、手に力が入っちゃうんですよね。こうなったりとか、で、足の指先に力が入っちゃったりとか、硬くなっちゃってるのに、動かさなきゃいけないっていう矛盾が生じてるんですよ。はい。なので、なるべく手足はリラックスしてあげると、ここで体が自分が作れるようになりますので、それができるようになると、最初のトレーニング、今日やったトレーニングが積み重ねて日常生活の姿勢まで落とし込めるようになりますので、そういった意識を持ちつつ、交渉できればなと思いますので、よろしくお願いします。今日の動画も YouTube に上げさせていただきますので、ちょっと確認していただいて、何かこう、僕目当てとかがありましたらコメントの方にぜひよろしくお願いします。はい。はい、では、今週はこの時間、お昼は、金曜日までやっておりますので、ぜひ皆さん参加の方またよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。